だいぶサボってましたけど、前に LINE で相談に来てた男の子から、まあちょっと学校行ってないとかっていう話でね、相談聞いてたんですけど、ギターと歌が好きだっていう話だったんで、人前で歌ってみたらって言ったら、お前も歌ってねえくせにって言って、話が終わってしまったっていうのがありまして、そこから下手くそなのにとりあえず歌うっていうのを続けていたんですけど、ちょっとあの受験前でね、仕事の関係で忙しかったんで、普通の動画投稿もできてなかったので、これもやってなかったんですけど、久しぶりにちゃんと下手くそでもとにかく歌うと、まあ日々日々ちょっとそれを上げていくっていうのを、頑張りたいと思います。ちなみにあのこれやると、当然ながら音楽著作権で、あの別に広告つけてないんですけど、引っかかるだろうと思ってですね、いたんですが、引っかかりません。多分下手なんだと思います。で、なので、今日は別にあの、試験的にこうなんて言うでしょう、どんぐらいね、あの著作権違反というか、YouTube ではあの人の曲を歌ってはいいんですけど、 JASRAC に登録してあるやつは YouTube で歌っても、まあ、収益がそのアーティストに行くっていうだけで、歌ってはいいんですけど、休んだ分なんか恥ずかしいことをやろうということで、なんかね、大阪から熊本帰ってきて、八千代にある清流高校、今南高だったんですけど、南高の時だったのか清流高校だったのかよく覚えてないんですが、なんか創立何十周年かなんかでですね、イベントが学校でありまして、でその時に、まあ、僕の幼馴染の女の子がアーティストとして歌いに行くっていうのがあって、まあ、その時司会を頼まれただけなんですけど、なぜか1週間ぐらい前にオリジナル曲歌いたいとかその子が言い出して、って言いながら、なぜか朝まで一晩で曲を作るというわけのわからんことをやったことがあります。でそれであの生徒たちの前でそれを歌うという、ね、とんでもない恥ずかしい思いをしたことがあるんですけど、今日は休んだ分の罰ゲームということで、なんかそれを覚えてる限り歌います。一晩で多分作ったやつですね。めっちゃ恥ずかしいけど、ね、タイトルは覚えてません。多分ありがとうだったんじゃないのかな、まあはい、頑張ります。いつも誰かに頑張れって背中叩かれる毎日にうんざりだって叫びたい、そんな日だってあったけど、つまんない時にメールして一緒にいてくれた友達の肩にあった夢の話、いつか叶うって信じられた。今僕はあの頃思い出して気づいたんだ。悔しくて泣いた夜、支えてくれた人たち、いつもあったかい言葉と笑顔でいてくれたことで、前に進める力を僕にくれたんだ。本当にありがとう。はい、覚えてませんでした。以上です。